ヤッフー YouTube、 どうも直樹です。さて今日もヘアスタイル解説をやっていくんですけど、今日はですね、彼ですね、千葉雄大くんのヘアスタイル解説をいくつかやっていこうかなと思います。まあ、人気の俳優さんで、なんかモデルかなんかだったね、確か最初。もうメンズなのかな、なんかのモデルやってたんだよね、確かだと思うんですけど、まあ、彼のいくつかヘアスタイル解説をやっていきます。で、まずこれからなんですけど、まあ問題なく難しくない、まあ、マッシュベースではあるんですけど、こうどっちかに流しているので、まあ、下ろした時、自然に下ろした時にはもう目隠れます。完全に目が完全に隠れる長さですけど、横にすることによってちょっと長さを残してるって感じになりますね。で、上ちょっと見てもらうと、これ上のとこだけちょっとこう段というか筋が入ってるような感じになってるので、上だけ少し段を入れてあげるって感じで、本当にワンポイントとかでいいと思います。ワンポイントとか前に出るとこだけちょっと段を入れてあげるぐらいでいいと思います。で、他はあんまり段をつけなくて、まあ、セニングとかで量を減らしてあげる、量が多い人とかはね。で、くせ毛の人にはなんか難しいと思うんですけど、ストレートもともとくせ毛がほとんどない方だったりとか、ちょっと余裕のある少しの癖だったら、ストレートアイロンまっすぐしてもらって、で、ちょっとこう少しピンピンピンってこう跳ねたりするのって、まあ寝癖で難しいんですけど、ストレートアイロンとかクーッとこう通すだけでもちょっとこうピンってなりやすいので、特にこの鉢の部分とかっていうのはこう上から髪の毛を伸ばしてあげるだけでちょっと跳ねやすくなってくるので、頭がねこう出っ張ってるから、なのでそこだけちょっと跳ねさせてあげて、ワックスとかほとんどつけなくてもいいかもしれないですね。で、横とか見てもらうと、この辺も横見てもらったりとか、ここのこめかみのところに髪の毛がピッて目のところに出てきてるんですよ。で、これってあんまり横の部分を段をつけちゃうと、ここの毛がなくなっちゃうんですよ。なので横もほとんど段はついてないです。ほとんど段はつけなくて、量をすいてちょっとボリュームを抑えてるって感じなので、ほとんど横も後ろも段もほとんどつけなくて、後ろはまあボンドクボぐらいまで切ってあげて、後ろはまあ短く刈るなりちょっと残してもいいですけど、段重さはこのボンドクボぐらいでいいと思います。で、段はあんまつけずに量を減らしてあげるっていうような感じで、ここだけ本当にワンポイントでちょっと動く気を作ってあげるかなっていうような感じですね。でないとここの毛が短くなる、ここがなくなっちゃうと全然人って変わっちゃうの、雰囲気が。その辺もちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。で、この時なんかは横、これもう見た感じで買ってますよね。で、これちゃんとよく見た感じだと、ここのこめかみポコって出てるでしょ、これ。ここの部分よりも上から反りが入ってるじゃないですか。なので鉢よりも上の部分、ここの本当に出てる部分の上、曲がってここ三角形になってるでしょ。この三角形のここの部分、上の部分から耳上とか耳後ろぐらいまでの範囲、ここを全部刈ってるって感じですね。で、そこに対して耳をかけてあげてって、上から流すような感じで、これ両サイドやってあげてもいいと思いますね。片方だけだと絶対にこっちからしか耳をかけないっていう人だったらいいんですけど、そうするとこっち側にボリュームが出るじゃないですか。ここ脇目も7-3ぐらいだから、そういう時にここにボリュームが大きくなりすぎちゃうと、前から見た時にはバランスが悪くなっちゃうので、どちらかといえばもう両方とも同じ位置で下は刈ってあげて、上はちゃんと伸ばしてあげて耳にかけるような感じの方がいいと思いますね。ほとんど段はつけてないんですけど、横は後ろの部分がこう短くギュッと詰まってるでしょ。で、この辺に結構軽さが出てるじゃないですか、短くなってるんですよね。なので横はそんなに段はほとんどそんな、まあ軽く上の部分だけつけて、この反対側見てもらうと動きがキュッて出てるでしょ、これ。で、この動きを出すために、上は軽くボリューム出すために段をつけてもらっていいんですけど、ほとんど それ以外はそんなに出さなくていいです。耳にかけた時に重さが欲しいから。で、なおかつ後ろの部分は別で軽さを出してあげるようなスタイルがこれです。これだったら別に重くても後ろ前に合わせて重くてもいいんですけど、この髪型を再現するんであれば、ある程度後ろは軽く段をつけた方がいいかなと僕は思います。カラーリング的にはまあナチュラルなブラウンとかで全然問題ないと思いますね。おでこが広いから結構似合いやすいっていうのがあると思います。で、この時はセンターパートですね。で、センターパートやる時はあまりもう難しく考えずに、7-3 とかで例えば分けてカットしてると、やっぱり真ん中で分けた時に長さが変わっちゃったりとかももちろんするので、こうしたい時はまあ基本的にセンターパートでちゃんと分けてもらって、ここね、横もかさっきみたいに刈ってあげてもいい、ここ刈ってあげてもいいし刈らなくてもいい。で、これ横にこう前髪がこう流れてるでしょ、後ろにシュッて流して、で、耳にこう流れるような感じなので、ここを耳に耳半分ぐらいまで実際長さあります。耳半分ぐらいの長さあるのを
ワックスとかでこう後ろに流してあげてここで収まってるような感じなので、あのパーマかけるんだったら本当に毛先だけにつけてあげてもいいと思います。でちょっと段をつけてあげてもいいと思いますね。基本的にワンレングスベースが、例えばワンレングスって女の子で言うとこういうワンレングスとかあると思うんです。それがここまで短くなってる感じで、メンズだったら後ろをこれは買ってあげてもいいと思います。買ってあげてこの耳ラインでワンレングスベースやってあげて、上だけ段をちょっと入れてあげる。でそれに対してまあストレートアイロンでもいいしコテでもいいし、パーマが巻き入れるんだったら毛先中心にちょっとだけパーマ癖をつけるような感じで、後ろに流せるような癖をつけるような感じのパーマを少しだけつけてあげるといいと思います。あの結構やりやすいと思います。でまあ僕は結構これだったらワックスでもいいしジェルでもいいしっていう感じだと思います。基本でドライヤーで乾かすときにちゃんとオールバックにしてあげて、ナチュラルにこう流れをつけてあげた後にあのワックスとかちょっとジェルを混ぜてあげてつけた方が僕はあのやりやすいかなと思いますし、この質感が出やすいかなと思います。あのこう前にセットしながら、前にセットしながらこう後ろに持ってくるような感じ、前にセットしたものを後ろにこう S 字 C C を C あのローマ字とか C C を描くような感じ、こっちに前にセット出してるんだけども後ろに流せる感じ、 C の逆みたいな感じのセットの仕方の方が僕はいいかなと思いますね。でこの時なんかはちょっとまた違った感じで、あの軽さが結構出るような感じのマッシュベースな感じですよね。結構量を吸いて段もつけてるので、結構ここの空気感が出やすいので、あのパツぶつ切りとかじゃなくてチョップカットとかでこう切ってもらって、あの全体的に量を減らしながらも段をつけてあげる、まあ、マッシュベースでこれまあ刈り上げではないですよね、横をね。なのでまあ基本的に前髪はもう目に下ろせばかかるような感じかな、長さまで来てもらって、横は耳にかかんないぐらいまで切ってもらう感じ、こう上から乗っかってくるような感じでいいと思います。もみあげもあるのでこれはあんまり買ってないですね。で上から残るような感じで耳にこうギリギリかかるような感じでね、丸さが出てくるような感じで切ってあげて、なおかつあの後ろの部分はちょっと短めにしてもいいと思います。僕ぐらい全然短くても全然後ろはいいと思います。前さえ長ければ、前がやっぱり耳にかかるぐらいまで長い人っていうのは後ろが長いと本当にバランスが悪いので、やっぱ襟足をちょっと短くするなりした方がいいかもしれないですね。で上は結構さっきは1枚目とか2枚目とかもそうですけど、ここのワンポイントだけ段を入れてくださいっていう風に言ってるんですけど、この場合は結構全体的に段が入ってますので、前髪一線の部分この部分ぐらいまで残して、この前はねあんまり段を入れなくていいと思います。横もこれそれ以上の上の部分はしっかりと段を入れてあげて、 3,4 センチぐらい全部段を入れてもらうようにオーダーをしてもらって、なおかつ、まあ、ストレートアイロンなりしパーマをかけてあげる。これ黒髪ベースなのでメンズでも出やすいと思います。あのパーマ軽く毛先中間から毛先にちょっと動くような感じにセットしてあげて、この場合ってあんまりパーマがかかってる状態で濡れた状態でワックスとかつけるよりもしっかり乾かしてあげて、ムースとかワックスとかつけた方がやりやすいです。で全体的に量が多い人は量を減らしてあげて空気感を出すような感じにしてセットしてあげる方がいいと思うので、ぜひその辺も美容さんと相談しながら、オーダーしてみるといいと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。